関西キュウリキュウコンボだぜ、コンボ。今回もファイナルファンタジー10の実況プレイしていこう。今回はジオスゲイノと戦っていこうと思うぜ。まあちょっと戦力的に不安なところもあるから、いろいろ確認をしつつ可能であれば倒しきる、ちょっと無理そうであれば諦める可能性もなくはないっていうところだ。回復手段がねえからな、それがきつい。じゃあ行ってみよう。まず前回あれかな、アビスウォームを倒してちょっとレベル上がってるから、その分だけこのスフィア版進めさせていただこう。ユーナさんは進めても仕方ねえや。ワッカさん進めます。命中2アップ、キュウリの HP200 アップ。いやーまあ HP200 は結構でかいだろう。 OK。 いやー行く前にどっかになんか完全石化防御がみんな分あるお店があったと思ったんだけど、ちょっと気のせいだったかもしれん。ちょっといろんなところもあったつもりだけど、ちょっと見つけられなかった。まあそうなったら石化防御っていっか、いっか。いやまあね、なんかこれは若さんは回避カウンターでいけそうだもんな。いやちょっとキュウリくんが石化パンチ食らったら終わりっていう感じだけど、まあそれでいこう。リュックさんはじゃあ HP10% プラスしてくれ。そんなもんかな。どうした、前こしかしゃ。そうか、一回ここの会話を聞いた後に地上に戻るしてセーブしとこう。あ、戻れた。お前のジャンプ力やべえな。でセーブしとこう。これでもうあの話を聞かなくて済む。いや話を聞かなくて、聞きたくないとかそういうわけじゃなくて、ちょっとたるいからな。で前回はあの緑のところに行ったらっていうのあった。お2人がついてきてくれる。あ、それはちょっとおもろい。そう、緑のところ行ったらジオスが出てきたっていうのもあるから、ちょ一回緑のとこ行く前にちょ探索できるんだったら探索をしてみましょう。どっかに宝箱あるかもしれんからね。うん、まあ分かったことはここに敵は出てこないってことかな、ジオス以外。さあじゃあ戦わせていただこう。ジオスゲイノ即戦闘だ、行くぞ。まずやるべきことは、ヘイストを敷いてみんなを速くします。さらにこれが効くかどうか、ガードされるかどうかっていうので、まずはペナルティ3からかましていこうと思います。ガードだね、それそうだ。試したいこと、さらにスローが効くかどうか、これ効いたらでかい。ガード、あ、まあそうだろうな。一撃、正直まあそんなにだけど、挑発することによってキュウリくんへ石化パンチをしないようにしてみます。ガードですそれすらガードなの、そんなことある。これ使ったことないから、素早い動きで敵一体を攻撃します。クイックトリック使ってみたいと思います。1977、これって次の動きが速くなる、次の動き速くなるかな。あ、そうだね、次の動き速くなるな。じゃあ少しでもクイックトリックで攻撃していこう。続いてまあワンチャンアスピルしておけば MP がなくなれば何かできなくなることがあるかどうかっていうところ。 OK、 回避カウンターは完璧です。まあ今のところ魔法らしい魔法は打たれた記憶ないけどな。しまったー、しまった、武具交換しとくんだった。俺には最強のバルクソードあるんだった、忘れてた。これでどれぐらい火力が変わるか試してみましょう。あ、クイックトリックもう使えねえいやもうしゃあないか、いきます、ドン。まあ2000、そんなもんか。 OK、 そうか、挑発効いてないのに若さん攻撃してくれるのは普通に嬉しいね、ありがとうもうあとはひたすら殴るしかできねえ。くそー、決められっかな。さて、あ、吸い込み、あー、まあキュウリくんなだけマシか。
これがどうなるかだよね。この状態もちょっと試しておきたいことがあって、ヘイストがかかってしまうのは超きついんだけど、まず戦う、何もできない。この状態で暴れたら吐き出されて死ぬんだよな。一回防御をしてみます。防御はできる。この状態で攻撃するとキュウリ君がダメージを食らうかどうか。食らわない。防御でやり過ごしてみようかな。まあ、これは最悪は結局相手のターンになったら吐き出されて死ぬっていうパターンなんだけど、そうだね、吐き出されて死なない。あ、なるほどね、暴れるの方がずっと良かったな。ちょっとそれは失敗しましたね。即死パンチはビビっちゃうな、怖すぎだろ。まあ、あとはだからひたすら殴っていく。キュウリ君狙わないでください。うん、だから狙わないでくれっつってんだろ。ダメだ、これはちょっと勝てないね。キュウリ君中で暴れてたらもうちょっとなんかあったかな。ちょっとそれを試します。もうちょっと暴れられたかどうかね、そこを試していこう。暴れるで入るダメージ結構でかいんだよな。まあでもそれ以上に吐き出された時のダメージがでかすぎる。きついね、無理だね。いやでも待てよ、え、え、勝ったの？なんで？どういうこと？え？え、どういうこと？でもゲームオーバーだろ、これ。いやいや、わかんない。なんで？なんで？え？いや、何が起きた？え、あいつが吐き出したんだよね。吐き出した瞬間、あいつもダメージ食らうの？それは知らねえよ。ん？いや、でも、少なくとも撃破できた。これ何どういう状態なんだ。ってことはちょっと目はありそうだな。もうちょっと頑張ってみようか。さて、怖いけどこの状況で一発暴れてみるか。暴れ、オッケー、いいぞ。で、そうだよな、吐き出されるよな、この吐き出しで。あ、そうか、待って、暴れるの吐き出しでそれだけのダメージ食らうけど、その暴れる前のやつであれか、7000で倒せてはいるんか。はあはあはあ、7000で倒せるけど最後の悪あがきで俺は死んでしまうのね。9999ってことは暴れねえ方がいいか。暴れないであの残り7000を抜くか。頑張ろう。お、クリティカル入った、これはでかい。あ、待って、危ねえ。よかった、石化しなくて。これが石化防御っていうアビリティの効果ですか。クリティカル26、いいぞ。まあせめて捕まるのがリュックさんだったらなぁと思わないでもないが、まあでもないがって感じだ。ん、これは行ったか、これ倒したな、多分。え、あ、ん、あ、あーっと、ちょっと待ってください。なるほどね。あれは中で暴れるどうちゃらではなくて、これは倒したら確定か？人を食べてる状態で倒したらかな？それとも関係ねえかな？ちょっと、いやー、倒せたんだけど、体力は削り切れるんだけどな。暴れるをしてるわけでもないんよ。ワンモアチャンス。次はちょっと体力がどれくらいあるかを計算します。1890、ナイスクリティカル。997、2323、2533、930、2371、13、1001、2476、990、2476、12、2313、危ねえ、デスにならなくてよかった。927、2332、990、14、
4876。若さんか。でもここまでが29464与えてんのよ。例えば3万だと仮打ちして、ここで攻撃止めて一回吐き出し攻撃を待ちます。でそれを耐えて倒しきるっていうのでちょっとやってみるか、どうだろうか。キュウリくんにね、回復手段があったらいいんだけど、回復手段はないし、あ、鉄壁ってどうだろう。全体攻撃でもかばいきれるかな。ちょっと鉄壁切ってみるか。次で吐き出してくるはずです。でこれがオッケー、ワッカさんが1残った。これはでかい、でかいぞ。ドレインで息できるかちょっとわかんないけど、ドレインします。どんぐらい通る。ドレインが841。避けた。1883。まずいな、キュウリくんでもうちょい叩いとく撃だったな。きついぞ、もう一回吸い込まれたら。756。どう、倒しきった。 OK、 うわっけー、おー、ワッカさん、そう、それですよ、それを求めていた俺は。さすがだワッカさん。結局体力はどれくらいあったんだ。756最後に足して32944。なん、微妙だな。いや、どんぐらいやったんだ。すげえ微妙な数だな。どっかで計算間違えたかもしれないけど、倒せたから何でもいいね。イエッサー、オッケー、頑張った、マジで頑張った。これはどういう認識になるかわかんないけど、一回倒した、もう次は戦わなくて済みますよのだと信じて一回セーブしてくるわ。ちょ、俺もあれな、リュックさんも死にかけだしな。いや、もうちょいかかるかなって、今回で倒しきれねえかなとは思ったけど、倒しきれてよかった。マジで思うけど、毎回さ、キュウリくんは上から飛び込んでくるのに、他の二人下から来るのどうなってんの。謎すぎるだろ。ではここの先に行ってみましょうか。いけるよね、もうジオスは出てこないよ。し、さて、進んでいきましょう。宝箱は多分なかったと思います。んで、このままじゃあ進んでいいのかな。え、あれ、キュウリくんってこんな入り方したっけ。全然覚えてない。何、うん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 、あれ、俺が知ってるところじゃないな、俺が知ってるところじゃないな。まあいいか、まあいいか、進んでみようか。なんだここは。玉があります。はい、あ、ほら、うん、はい、光った。あ、宝箱あった、宝箱取ります。なんだこれは。メガフェリックス4個手に入れました。どういうことだこいつは。光る炎、これイフリートってことかな。なんかそれぞれの召喚獣を手に入れてたらここが光ってくれるみたいなこと、違うかな。ラストエリクサーを手に入れました。だ、この黄色がじゃあイクシオン、じゃあこれシバさん、いやでもそんなわけないか。これは光ってくれる、そうだよね。あ、でもよく見たらあれだな、奥2つは台座が光ってないな。あ、光ったわ。え、なんだよ、光るじゃん。うん、え、でこれも光るでしょ。全部光らせたらいいだけ。あ、これ雷だ。これがイクシオンっぽいな。じゃあ一番最初はカンバーか。いや、わかんないけど。カンバー、ファイバー、ウォタバー、これが、サンバー。じゃあ、バハムート用、用心棒とかかな。いやー、まあわかんないけどね。果たしてどうかは知らんけど。まあなんか前に立つだけでとりあえず開くことができました。まあ恐ろしいのは一つセーブができていないことかな。まあいいや、行ってみよう。召喚獣を手に入れられるのだったらもうハッピーハッピーハッピーハロウィン。
ていう気持ちになれるからな。どうですか。え、お、みんなで来てる。え、お前らどうやって来たの。泳げるのは3人だけじゃないの。他の人たちもいたんかい。はい。え、もしかしてジオスゲイのを倒しただけで召喚獣手に入れられる。あ、これ真のウォタバーじゃない。真のウォタバーじゃない。俺が本当はコルドバーってつけなきゃいけなかったんだよ、シバさんには。でもこの人は本当の水を使う召喚獣なのでは。どうですか。なんか綺麗だな、この人。この人グラフィック他のなんかイノリコン様とは違うね。シーモア老師の母君です、ね、知っていて私の力を求めるんですか。そうなのか。え、てか究極召喚ってこと。じゃあ憎んでいたのでしょう。息子を憎んでいたっていうか、なんて言ったらいいだろうね。息子がしつこかったから蹴り飛ばしただけで。憎しみの始まりはあの子、うん、あの子のせいなのです。ああ、すごい達観してんな。そっか、そしてあおやしんまさんいるじゃん。私の過ち、うんうん、え、あ、ん、ちょっと待って。あ、じゃあシーモンさんって結局究極召喚してるってこと。グアドと人との間に生まれたあの子はずっと一人でした、うん、はいはいはい。ですから一人でも生きてゆける力を与えたくて、うん、私は祈り子になったのです。はあ。けれどあの子は力を得たあまり逆に力に取りつかれてしまいました。はいはいはい。あ、待って。私の力では満足できず、より大きな力を。ほう。え、もしかしてあのスタジアムで召喚してた人。まあスタジアムだけじゃなくてマカラーニャの寺院だったっけ。 でも召喚してたけど、え、あの人が使えるようになるってこと。おいでなさい召喚師、我が力を授けましょう。ありがとうございます。暗黒の召喚獣アニマ呪われた闇の力であの子が目指した芯を消してください。あ、まじ、ま、まず任せてください。噛みすぎだろ。ダメだな、こいつに任せらんねえな。あの子へのせめてもの償いです。ありがとうございます。やったね。じゃあ新しい、さてどうしようかな。あー、ちょっと名前を考えます。いや顔怖、暗黒獣か。顔怖、アニマね。本当はアニマっていう名前ね。名前考えます。そうだな、この名前にしようかな。ちょっとね、いろいろ悩みました。ちょ、まあいろいろ悩んだけど、ちょっとまあせっかくだからちょっとシーモアさんのことも忘れないようにっていうことで、さらにこの子の元の名前がアニマっていうところで、シーモアさんのモアっていうところとこの子のアニマっていうところを取って最後は伸ばし棒、モアニマ、この子の名前はモアニマになるぜ。よろしくなモアニマ。で、おお、終わりか。シモアさんのお母さんモアニマさんと仲良くできるかな。どんな技を使うのかな。ちょ、あ、そっか、ステータス見れるか。ステータス見てあげようか。ステータスで見ればいいか。モアニマどんなもん。素早さ30、おお、攻撃力バカ高えな、魔力もすげえなこいつ。よ、あー、なるほどね、なるほどね。ゾンビアタックとかも覚えています。特殊白魔法、黒魔法は崖を全部覚えてて、バイオです。いや強いな。しかも HP が5090あるでしょ。特殊攻撃ペイン、ちょっとわかんない。カオティック D、 オーバードライブはカオティック D らしい。まあ何かわかんないけど、少なくともちょっとトムバより今のところ強そうだな。やべえな、シーモアさんのお母さん強そうだな。ありがとう仲間になってくれて、これからよろしくな。いや、ん？そう、それはいいや、それはいいんだけど、ん？え、俺はあのさ、もともとキュウリくんがダウンを取ったところはどうやっていくの？ん？俺はそこに行きたかった実は。行ってなかったかもしれないけど、そこの奥に俺行ってなかったからさ、そこで拾ってないものがあるのではと思ったから、そこに行きたかったんだよね。わかる？ここでそもそも緑がそこしかないもんな。え？
どういうこと？どういうことだ？行けない？え？あーそこはじゃあ行けないか。あーそうですか。なんか俺の思惑とは全然違うところにたどり着いた。まあまあまあ召喚獣仲間にできたからいいか。仲間にできたからいいかっていう認識で行こうか。でもここだけなんか視点変わるのちょっと気になるな。ここがこうやって変わるのはわかる。じゃなくてここが変わるんよな。ここが変わるんよな。どういうこと？いやまあ関係ねえか。関係ねえか。そうか。なんかこっちの方に抜け道みたいなのない？ないかー。めっちゃ逃したん悔しい。そうやって考えたら。これ上がってくるとさ、体ちょっと振るの。おもろい。逃げたらワッカさんがオーバードライブ地獄っていうのを覚えたんだけど、もしかして、もしかしてだけど、オーバードライブか。地獄は逃げたらなんかオーバードライブゲージ溜まるとかそういう感じですか。ワッカさん、セット地獄バトルから逃げるとアップだ。これにしとこうかな今のうち。え、でもだったらさ、え、俺が気づかないうちにキュウリくん覚えてた地獄。いや覚えてない。なんで？なんで？なんで若さんの方が先に覚えんの？まあ俺はね、何も考えず新しい召喚獣手に入れたらなんとなくここの寺院行けるかなってまだ思ってるからここの寺院に来るわけですよ。まあでもどう考えたってまあ多分用心棒がいたところだろうなっていうのはまあ思ってるし、来てから思い出すけど、じゃあここで、え、ちょっと待って、鼻の冠使ってみようかってなんの？え？あ、おお、ね、何も考えず、連打した。え？俺今まで鼻の冠持ってたよな。まだ完全ではないようだ。はあ。何らかの力で封印されている。え？待って。俺今までも鼻の冠は持ってたよな。どういうこと？むずいな。つまり、これだけじゃ何か足らないということか。まあ、とりあえず、モアニマ手に入れたし、モアニマと戦ってみようか。じゃあアニマと戦ってみます。まあ今回もちょっとカンバーに頑張ってもらおうかなとは思ってるので、カンバーがどれぐらいいけるかっていうか、ベルゲミーネさん誰でもマジで召喚できんだ。うわー、そういえばこんな召喚の仕方だった。そんな地獄から引きずり出してくるようなそれは暗黒中すぎるわ。どうだったっけ。あ、でもなんかあれだね、なんかスリープルアタックとかそういう系のなんとかアタックを結構してくるんだよな、見た感じだと。で、あれがわかんないな。カンバーを召喚するけど、オーバードライブのペインとか、あ、じゃあ特殊攻撃か。ペインはペインと、あとなんだっけ、なんとか D、 イニシャル D とかがちょっと怖いな。さあ、まあでもヘイストして回復しつつ、一撃でやられねえなら回復しつつで戦える。ただスリプルとかブラインとか状態にされるとだるいなってところかな。スピード遅っ。一撃ウォタガがどれぐらい入る。うん、8000。まあほぼオーバードライブ完璧っすな。さあ、相手の攻撃だ。グラビデってことは4分の1引っ張られる。いやー、まあちょっとね、どうかわかんないけどね、ケアルラはしておきましょう。これで2200とかでやられたらちょっと泣いちゃうので、まあこれぐらいはしとこうや。あー、どうしようかな。オーバーシューティングレイしちゃってもいいか。まあ必要ないと思うけどね。まあ8000より9999。まあ正直ターン的にもそんなにだけど、一応9999与えとこう。勝った？今何した？なんか押されたけどミスったな。あれが今のがペインか。ペインされると何状態になるんだろうな。それ考えたらさ、結構な確率でさ、カンバーに対する攻撃がミスになるじゃん。あと地面張ってるようなやつの攻撃食らわねえし、マジでカンバーって最初に手に入れたけど最強の召喚獣よな。間違いなくそう。勝ったしない？はい、はい、
外れました。何をくださるのかな、ベルゲミーネさんは。そこまで。はい、お疲れ様です。もう十分だ。もう十分だね。勝っちまったからな。アニマさんを倒して手に入れたものでここの封印が解けたりしませんか。よかったよかった、喜ばしいなら何よりです。体力か、体力の泉はどんなアイテムだっけ。俺元から持ってる、元から持ってるかな。いや元から1個は持ってたな。敵一体から HP を吸い取ります。1個じゃ何もできなかったと思うけど、じゃあ改造で何かできる。体力の泉、体力あった。ん、物理攻撃プラゴパーカー。じゃあもともと1個持っててってところかな。なんかそれ見た気がするしな。あー、じゃあそこまでか。召喚獣になんか覚えさせられたりする。体力の泉で、あった。パワーブレイク、それだけか、それだけか。体力の泉そこまでだな。ドレインはでかいな、ドレインはでかいな。どうし、まあ他に使い道ないしドレインは覚えさせていいか。オッケー、カンバーがさらに回復方法を覚えた。まあ MP を吸い取るアスピルを覚えさせたいなっていう気持ちは激しくあるが、まあそれはそれ。待ってよ、これで倒しきりましたよ、倒しきりました。他の召喚獣を倒しきりましたよ。どうですか、ちょっと俺の力も足りるようになったんじゃないのなんて思ったりしたり。ダメですか。あー、シンを倒さないとダメかな。あとやってないことっつったらそんぐらいだもんな。ま、とは言いつつ、とは言いつつもね、まあ一回も来てないのっつったらブリッツでしょ。なるほどね。俺はなんかこれとトーナメントカップはできないのか。そうか、エキシビション、チュートリアル、チームデータ、キャンセル、データリセットとかある。やば。いや、リーグ戦とか何かしらしたらなんかもらえんのかなと思ったけど、リターンスフィア、パワースフィアか。まあ、エリクサーは正直使わないからいらないとして、それがもらえるってだけか、だけか。リターンスフィアと、ごめん、何だった、フレンドスフィアだった、ちょっと待って、テレポスフィアかな、もう一回見るわ。リターンスフィアとパワースフィアね。あー、だから場所を埋めて、あれか、パワー、攻撃力上げることができるか。いや、リターンスフィアで、召喚獣の何を覚えさせられるんだったかなと思って、それによってはちょっとリターンスフィア確かに欲しいなっていう気持ちはあるんだよね。リターンスフィア、リターンスフィア、リターンスフィア、あれ使わない、あれ使わないか。え、リターンスフィア使わないの。あー、こっちか、先駆けか。あー、先駆けをつけられるんだ。あー、まあそれはまあでかいかな。他になんかあったっけ、リターンスフィア使うの。ないか、いらんね。じゃあブリッツ本当はやるつもりだったけど、やらなくていいや。次回シンと戦います。よろしく。ここまで見てくれてセンキューカンバー。じゃあ、バイバイ。